タレントの辻望美さんの自宅リビングの広に反響が集まっている。辻さんは2021年8月3日に言う。チューブチャンネル辻チャンネルにリビン。模様替えしたら杉浦井へのリビングが公園に。りましたワールドワイドウェブという動画をアップ自宅リビング。模様替えする様子を公開した。辻さんは夫で。 ゆうの杉浦太陽さんと話し合いつつ、マネージャーに手伝ってもらいながら模様替えを実施時、に計画を立ててはおらず、行き当たりばった。ッソファなどを動かしていった。動画の中で、辻さんと杉浦さんがリビングを忙しなくどう、模様替えしている様子が引きで映される場、があったが、 かなり広々これまでリビングの芯。中にあったソファを端に移動したことでさ。に開放感のある空間となっていた。天井には、ランコも二つつり下がっており、長女、長男、男がブランコを思いっきり漕ぐ様子も映さ。テータ。模様替え終了後、杉浦さんはブランコ。 遊ぶ子供たちを見ながら、と嬉しそうしか。遊び回る子供たちの様子が想像以上だ。田のか、辻さんは、と苦笑い模様替えは1時間弱。完成したといい、家族全員が満足そうな様子。見せていた。この動画に辻さんのもとには、問い。声が集まっていた。